さんでいいんですか？石谷さんの、 あのご意見に私もほぼ賛成で、あのそんで、多分石谷さんと私の言うことがおそらく一つの、高橋真理子さんがもう私も73やし、この先存続できるんかっていうことの一つのなんかアイデアになるんだと思うんですけど、あの先細りするこういう当事者団体とか当事者のために作った場所が先細りするっていうのは圧倒的にあの自分らと他の人とかを分けてるからですよね。で、あのさっき石谷さんも言ってたけど、私だっていろんなあの障害的な特性とかあの問題を抱えてて、あの健常者とか障害者とかいうこと自体もナンセンスっておっしゃってて、あの私もめちゃくちゃそれ分かるんですよ。あの自分が発達障害持ってると思ってるし、かつあの目見えない生活1年間続けて、あのなんて言ったらいいんだろう、あ、障害者と健常者って分けて考えてるやつらが、あのそういうなんかこう障害特性が強く出た時の生活を妨げるんだなってすごく思ったんですよ。でもそれは社会が悪いんじゃないんですよ。なんで自分らのその障害とか病気のことをもっと教えてくれなかったのかと、そのどんな障害特性だろうが、あの病気に起因するものだろうが、あの脳にバグがあったら、あの人間関係とか生活に影響が出るんですよね。でそれは近しい間柄で、あの親密にあの毎日お互いを大事にし合って生きていくためには絶対に知らなきゃいけない情報なのに隠されてしまう。これでその隠してる様子が恥ずかしいと思ってんだろうなっていうふうに思いました。あのなんつったらいいんだろう、私あの学生さんの指導してて、最近認知機能障害の子がすごい増えてるんですよ。で認知機能障害って、あの認知症のお年寄りの方々と同じ症状が出る若い子たちなんですけど、20歳前後 の、 あのそういう子たちも一生懸命隠して普通のふりしようとする。だからいつも人間関係、職場でも揉めるし、プライベートでもトラブルが起こるんですよ。だから私何が恥ずかしいのと、自分らはこういう特性持ってるから受け入れてって言ってプライド持って自分の問いに立つと宮野さん出たの、あのばらまけばいいだけのことだから、そのなんて言ったらばらまく活動が足りなすぎて、あのこう壁ができてるんだとしたら、ばらまき活動圧倒的に足りないでしょっていうのを今日の話聞いてても思いました。だから石谷さんも多分私も、自分は障害特性持ってると思ってて、それで石谷さんはちょっとこうそれを家族にも言わんことあるしみたいな風に言ってるけど、私はもう誰から構わず言いまくります。なぜならそれが一緒に生きていくためにあの必要なことだし、誰とでも一緒に生きていきたい。だからあのすごいその障害者が重いと店行ってくつろぐことができないって言ってそれで場所を作りましたっていうのは、私そっちかいって思ったんですよ。くつろぐことできないんだったら、私はこの店でくつろぎたいからこういう風にしてくれませんかっていう提案をしていく、ちょっとずついろんな店にしていく話じゃねえのかなと思って、やっぱ恥ずかしいし社会の一員としてちょっと申し訳ないポジションだと思ってるから、あのこうプライド持ってこうガンガンあの自分らのコンディションを伝えていかないんじゃないかなっていうふうに思いました。以上です。はい。で僕はね、ヤオなんです。ヤオで工事の機能障害、ヤオのホットケーキの会とね、あこっちはねホットケーキの会見えますか ね、はい、ここであの工事能の、当事者と家族の会 で新しく、そういう人が来た時に、まあ、集まる場として、ここは何だったかな、譲りの葉は自分らで建物を建てたって言ってたんで、僕らはそんなね資金もないんで、あの、役所の建物、障害者施設の一室を毎月1日押さえて、でそこでやってるんですよ。
だから別にお金はかからないんですけどね、まあ会費として1回の参加200円取ってやってるんですよね。でどうしても当事者とか家族だけの集まりだったら、あの普通の健常者っていう方らに障害者のこと紹介できないんで、僕ね、ホットケーキの会入ってもう7年ぐらい経つんですけどね、あんまりメンバーも変われへんし、まあ出入りがあって数も増えないっていうことで YouTube を始めたんですよ。この映ってるかな、ゆめたチャンネルってね、ここで障害のことをね発信して、障害者の人にもっと、高次能とかそういうホットケーキの会とかね知ってもらおうと思って立ち上げたんですけどね、やっぱり障害のことを言うとやっぱり健常者あまり見てくれないっていうことでね、八尾に住んでるんで八尾のお店紹介ということで、いろんなとこお店に取材に行って、でそれをまあ YouTube でアップする、そのことによってまあ健常者が見てくれて、あ障害者の方が YouTube やってるんやっていうことで、まあ少しずつやけどチャンネル登録を伸ばしていって、まあチャンネル登録の数が増えたらそんだけ発信力もね強くなるんで、そうなったら障害のことももっと健常者と障害者がその壁ねなくしてこう交流できるに違うかなってね、まだ障害者がちょっとあの生活するにはねバリアフリーがまだできてないところいっぱいあるんでね、大手チェーン店とか行っても電動車椅子で入っていけないお店とかたくさんあるんでね、うん、その辺をもうちょっと車椅子でね入っていって食事ができるスペースとか、まあ、作れたらいいなぁ思ってね、まあまあ個人でぼちぼちですけどそういう活動していますんで、またよろしくお願いします。 この動画もあの先生のそういうの関係なしで、まあこういうのズームやってますよっていうのをまあ僕が紹介するで、まあ先生みたいに顔写真 OK みたいな感じだったらいいんですけど、あの嫌な人もいるからね、その辺はあの事前に僕 YouTube やってるんで、まあダメな人は今から私の写ってるとかもう使わんといてよと言ってくださいね。もうこの辺でお願いします。うまいこと喋れないけど、はい、ありがとうございます。いえいえ、あの貴重なですね当事者の声を聞くことができて嬉しいです。はい、
あの何を自分たちが使うかということでちょっとやってきましたから、あの先ほどの坂田さんおっしゃったように、あの分けて考える必要もないからなというふうなこともあるし、現にあの私は障害者という認識が持っているので、それはいかかった問題なのかもしれないけども、あのそこら辺のところがあの今のあえてあの言わせていただきますけども、あのそういうあのそれぞれが自覚して、私の評価設定が隠されているという認識が実はなかったので、あのそれに先生がおっしゃったが、あのお二人の関係の中ではどうなるかというのはまた別ですけども、あの全然別にそれを隠されていたわけではないなというふうに理解しています。まあ言うとフォローしていただいてるあの私申し訳ません。まあ、おっしゃる通りなんで、つまり障害があることを隠すその必要はないけれども、アピールする必要もない、まあ是々非々と言いますかね、その必要において言うてるだけで、そういう言い方してる人が多いと思うんです。別にその自分は障害者ですよ、何とかしてくださいなんてね、言いたきゃ言ってもいいけども、言う必要のない、ね、言いたくない人は言わなくていい、そうじゃないでしょうか。でもあえてそれを言わないと相手に通じない場合は言うべきかもしれない。おっしゃってない方もいらっしゃいます。どうぞそのお気兼ねなくこの機会に一言を言いたい、あるいは誰かに一言質問したいでも結構です。はい、どうぞ。僕小学校の時に車椅子の同級生がいてたんですけど、なんかもう一緒に生活してて、空気みたいになって車椅子っていうこと全然意識しなくなったんですけど、このようにそのバリアフリーとユニバーサルデザインの違いみたいに、バリアフリーは物理的な障害を取り除いた状態のことを言われているんですけど、ユニバーサルデザインは文化とか能力に関わらず、できるだけ多くの人が利用できることを目指した状態とか情報とか製品のことらしいんですけど、その違いのようにユニバーサルデザインの方をいいかな、障害っていう前提で話すよりももっと広い能力の違いとかをもっと超えた前提で捉えてみんなで話し合う方がいいっていうか、そう思っています。はい、ありがとうございます。障害があるないっていうようなことをですね、なんか分類して、それ片付けるんじゃなくてですね、一人の人間、どういう人間かということからまず入っていきたい。以前宮原さんも障害は個性であるということを確かこの場で言われたことがある、まあ、そのことをまた別の言い方されたような気もしますが、そうですね、丸ごと一人の人をどう受け入れるか、どう付き合うかという問題を今日はその考えさせられたというようなことで、当たり障りなく終わったものなんですが、よろしいでしょうか。はい、あの非常にですね、あの型通りの障害者問題というようなことじゃなくって、え、人間とは何か、社会がどうあるべきかということをですね、一から考え直す非常にいいきっかけをいただきまして、この各妄想私、まあ、一応哲学なんてことにやってることになってるわけですが、まあ、私自身が非常に勉強させていただきました。で、改めて、今日ですね、ご出演くださいました5名の方々にお礼申し上げ、それからこの会場においでになった皆様と、それからオンラインで結ばれて、ですね、各自といいますか、それぞれ の場所から発信発言され、またね、声を聞かせてくださいました皆様方に厚くお礼申し上げまして、とりあえず終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。